塩谷頼りは、平安時代末期の武将。きつれ川塩谷系府によれば、天人元年正月に、父、吉下が打たれた後に、摂津国堀江で生まれたとされる。生後は、父、吉下の医療である、摂津国堀江荘に従したが、きつれ川塩谷系府によれば、生後間もなく、流罪により、塩谷の地に下ったとされる。八板たし市では、大事5年頃に、 塩屋に下ったと推測しているが、この場合、寄住との没年の整合性を検討しなければならない。居城は、堀江山城。寄住が居城した頃の堀江山城は、現在残る山城の遺構の西側、三方を山に囲まれ、奥まった山麓に作られた馬蹄系の館であったと考えられている。ただし、居城を五前原城とする説もある。堀駅。 堀江物語絵巻等によれば、頼隅の妻、弥生が美人であったため、時の下月国師に見染められ、これを奪うべく弥生の父、原重房をそそのかし、武蔵国と相模国の境にある上田さんで、頼隅は、重房に討ち取られたとされる。塩谷氏が、菩提寺として信仰した寺山観音寺の記録にも、堀江三郎頼隅公武蔵相模の境、なる上田山にて、 上野板倉城主原の左衛門の重房の逆進、によつてだ滅びとある。年代的には、堀駅、堀江物語絵巻などに基づけば1128年頃と推測されるが定かではない。ちなみに、寺山観音寺の記録では、五伏見天皇の時代のこととしているが、寄住を川崎城主とするなど錯誤が見られ、この記述は誤りである。ありがとうございます。